ニナニです。皆さん、こういうこと聞いたことありませんか？人と付き合うときはその人の同性からの評判を知っておくことが大事だということを。同性からこいついいやつって言われてるやつはマジでいいやつと思ってさ、でこいつやべえぞって言われてるやつはマジでやべえと思ってさ。ピーポーなっとる、ケンちゃんだ。ということで、今日はインスタグラムのストーリーで、まあ、いつも通りですね、男性が嫌いな男性と女性が嫌いな女性、こちらをそれぞれ聞いてきましたので、で今日はまず男性が嫌いな男性からですね。はい、はい、それでは行きましょう。居酒屋で隣の席の女の子を意識しながらでかい声で話すやつ。おる、めっちゃおるよね。明らかにこっちに話を聞かせに来ようとしてるやつやろ。よ、ケンスケ。あ、じゃあケンスケ、はい、一言俳句、俳句、俳句で一言して、俳句で一言、めっちゃ面白いやつね、俳句で一言みたいなことを言うね。こういうやつほど他のやつに無茶ぶりするさ。でケンスケが頑張って俳句言うやん。でそしたらなんか、ケンスケお前どうした、マジこいつ調子悪いわ。おい、どうしたどうした、なんで今日調子出てないぞ。なんでちょっと近くの席に女の子寄る気に意識しちゃってる感じですか。うわっ、うわっ、ちょ、罰ゲーム、罰ゲーム、罰ゲームで一気一気、一気して一気して一気して、はいはい、どんどんスコどんスコどんどん。お前やろ、この世の終わりレベルで意識しとるのはお前の方やろが。ケンスケに謝れ。こういうやつってね、大体そのホルモンとか食べさせたらね、なんかずっとくちゃくちゃしよるさね。やば、確かにやば、お前飲み込んでから喋れよみたいなね。女と喋ってることを自慢ばかりする男、はい、このね、女自慢する男の人嫌いっていう回答めっちゃ多かったけどさ、私思うさね、マジで普通に女の子とたくさんお話をしてる人ってもう喋ってることが普通だから、女の子と喋ることが普通だから、そこを自慢すらしないんですよ。だからこういう人、こういう人はポーザーです。女の人と喋れたことが嬉しくて嬉しくてしょうがなくて、だから自慢したくなっちゃうの。だって私もそうだもん。その声かけてくれた視聴者が男性視聴者で、ちょっと2分ほど立ち話をしただけで、今日はね、同い年ぐらいの男の人と喋ってきた、でも視聴者とは言わず、同い年ぐらいの男の人と喋ってきて、うん、でなんかいい感じだったよみたいな言っちゃうし、だからそれだよ、唾かけてくる男の子。もしかしてだけど、もしかしてだけど、いじめられてるからチャイルドラインに電話した方がいいんじゃないの、そういうことだろ。ノリノリのおもんないやつはい、この回答もめちゃくちゃ多いけど、これって意外と女子側も見抜きます。頑張ってらっしゃる方なんだな、努力を惜しまない方なんだなみたいな。けど私は個人的にこういう男の人って、まあ、2人では絶対にいたくないんですよ。2人では絶対にいたくないけれども、その大勢の中にいてもらえたらすげえ助かるなと思う。恋愛対象には入りにくいけど、その場におってくれるだけでその場って盛り上がるやん。うるせえ、ガチこいつうるせえ、うるせえし、マジで思うんないけど助かるなみたいな。人狼得意っていうやつにろくなやついない俺マジ人狼得意だよ。なんだろうね、意識的に喜怒哀楽をなくすことができるんだよね、日常生活の中でもさ。まあ言い方変えると、意識的に感情殺害っていうのかな。まあ殺害ごめん、なんか笑いが出てきたね。痛みとかも意図的になんか自分で感じにくくするような、なんかそういう、なんだ、メンタリズムもう学んでるしね。ちなみにサイコパス診断ではサイコパス率95。こういうやつほどね、こういうやつほど人とも話がこう盛り上がってる時に、その他人の手がね、自分の目に当たったら、なんかって言うけん。何やお前それ、痛み意識的に感じにくくさせられることができるって言うてっか、ダセかってお前それ、恥知れし、恥知れ。性欲ないみたいなふりしてる男、私結構前に TikTok で、なんだ、女の子とはそういうことをしたくない、ハグだけで十分なんですけど、そう思うのって僕だけかなみたいな感じのね、文章とともにめちゃくちゃかっけえ自撮りを載せてバズってる男の子がいたのね。で私はまあちょっと性格が悪いから、本当か、本当なのかな、本当にハグだけで終わるもんなのかね。まあでもそういう人もいるんだろうなみたいな感じで、こう受け入れる努力をしようとしてたんですよね。でも結局その人ね、DM でファンをね、こう釣ってこう女の子食いまくってたらしいんですよ。ノーパンじゃねえかよっつって、結局ね、私もうタンを床に吐き散らかしましたもん。指毛が高級料理店で出てきそうな一口で終わるパスタみたいになってるやつどういうこと、一点集中竜巻型みたいな指毛、点集中水の呼吸6の型ねじれ渦みたいな指毛、歩かないそんな指で。人気者になろうと必死になってるやつ、やっぱね、男の人ってテンション空回り系男子を嫌う傾向にあるみたいですね。けどやっぱりムードメーカーってのはさ、ムードメーカーになろうと思ってなってないんですよ、なるべくしてなってるんですよね。そもそもそういうやつって、そういうコミュニティでの位置づけとかに全く興味関心がないけん、やけんが人から愛されるわけですよ。女性を抱いたことを食ったっていうやつ寒すぎる。まあまあ抱いたも抱いたでね、いつ抱いたと思ってる、抱かれてる可能性を考えたことはないかとは思うけれども、まあまあ確かにそうですよね。
そのまあ誰とやったとかさ、そういう話っていうのは、まあ、友達の間でどうしても全員がほぼ全員が共有してしまうものじゃないですか。だからそこに関してはもう全員がしてるもんだから、まあ言われても仕方ないと思いますよ。ただ食ったこの言い方ですよね。なんだろうね、構図的にはお前食われてんだぞこっちにというそういう強気な方向で生かしていただきますけれども、今後はマッチングアプリのプロフィール画像スノーの自撮りおもろいわこれ絶妙なとこついてくるね。一昔前のネズミとか犬とかでなんか自撮りしてる自分の画像をそのトップ画とかにされとったら、おっと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 、こいつはなんか危なっかしかな、近づかんとこうがとはなる。2015年からお前時止まっとるとかって聞いたやもんね。6年経っとっとよ。1年生が6年生になっとっとよ。それぞれお前はなんでいつまでもそこで立ち止まってネズミばしよっとやって。文化祭でエグザイル系歌うやつ。いいやん。これは許してやれって。嫉妬ばするな。これはどっち系、その人生一度きり系のダンスをするイチェ君が嫌いなのか。一人では愛してる証さえ曖昧で切ないだけみたいな感じで、エグザイルの声質にこうゴリッゴリにこう似せてきた状態で歌を歌うやつが嫌いなのか、どっちなんですか。めめしい。はい、この回答もめちゃくちゃ多いですね。けどわかるな。なんだろうな、まずそもそもめめしい男の人の需要ってあんまなくないですか。まあそういう男の人、まあ需要はあるから発生してるんでしょうけど、私はそれよりもなんかもうもうそこかしこにか毛だらけですみたいな男の人が大好きですよ。井口悟さん見てますか。金持ちアピールする大学生。うわぁ、これは普通にわかるな。人として嫌いっしょ。この金持ちアピールする大学生、それあの女子受けがいいと思ってもしもやってらっしゃるなら、その2億%ですよ。2億%裏でむちゃくちゃ悪口言われてますから、本当にあんません方がいいです。かなり前にさ、同年代ぐらいの男の子と喋ってて、まあこのね、その人をね、あんまそのこういう動画で悪く言うのは良くないんだけれども、ちょっとあまりにも強烈だったからちょっとだけ喋らせて。この服上下でいくらだと思う。なんか急にね、セルフタイマーみたいな、セルフタイマーみたいな始めて、なお前それやめろとか思いつつ、まあ、こっちはもう緊張してるから、3万ぐらいかなみたいな感じで言ってたね。そしたら、ぷっぷー、15万って、なんだろうな、直前にちょっとお金の話をしてたとか、俺ちゃんと稼いでるんだよねみたいな話をちょっとしてたらなら、まあ、その服のが15万だった話をするのは分かりますけど、何の脈略もなく突然よ、ここ、いくらだと思うって聞かれてさ、そしたら突然、その車の写真を見せられて、これ俺の車、会社ね。まあ俺が買ったんやけど普通に、まあ買えるんやけど普通に、うん、てかここ触ってみ、ここみたいな、もう止まらんのよ自分語りが。なんやこいつ、マグロぐらい止まらんやんけと思って。まあそれでね、本人がそれで、おー気持ちよかった自分語りってなるってなって、その日を楽しく終えれるならいいですけれども、もしもなんかそれでね、ワンチャン狙っていくぜっていう魂胆でそれをもし女の子に今後するんだとしたら、むちゃくちゃ受け悪いからあんまりせん方がいいと思います。それでなんか触れたってなる女の子少ないです。ドッジボールで真っ先に弱い人間当てに行く。私これめっちゃしよっただってさ、最初に強いやつを当てたとこで、その外野からこうこっちの内野にボコボコ当てられるけんか、まず最初はその圧倒的弱者からボコボコにして消滅させていくしかないんですよダメか。我ながら上出来と後で突き出せばどんな自慢してもいいと思っているやつ絶対教科書あるやんこいつ、絶対特定の誰かの話やんって、ね、愛着湧くけど、でも逆に何、鉄面10分もしてないけど社会93点やったら、まあ、我ながら上出来みたいな感じ。今月は女6人食ったかな、うん、あの初期のカートゥーンと同じぐらいの人数、まあ我ながら上出来かなみたいな感じか。なんか愛着湧くと思っとったけど腹立ってきたぞ、こいつとドッジボールばしたくなってきたな。ユーモアのなさを声量でごまかそうとする男、あそれこそノブモドキとかでしょ。ちょっと待てとか言うのね。ケンスケ君バリ優しい、めっちゃ優しいよケンスケ君、さすがモテよ。でその優しさはもうあれなんよ、あれ あの二日酔いの時のしじみの味噌汁ぐらい優しいんよみたいな、うわってなるもん、痙攣が止まらん、うわってなるこっちがでもさ、こっちがうわーってなっとったね。そういうのぶもどきやっとるやつってさ、全然心臓強いけどなんか全然普通にしとる人ね、なんでお前それで普通に立っとるって思うもんね。前髪変やな、なんでこっちがこんな痙攣するぐらいこっちが恥ずかしい思いしとったのにお前そんな普通にしとって、恥知れし。チャンネル登録お願いします。何でもする
スタはしたから。